こんにちは、メープルです。今回は死刑執行のボタンを押すタイミングがずれたらどうなるのかの巻ということで話していこうと思います。死刑執行の時の3つのボタン有名ですよね。これ実は地域によって3つだったり4つだったりするようで、3から5の間で設定されているようです。そのボタンを押すタイミングがずれてしまったら果たしてどうなってしまうのでしょうか。それでは行きましょう。まず死刑が行われる日には刑務官が死刑囚に部屋から出るように命令します。そして教会室という部屋に通され、遺言を書いたりお菓子を食べることもできるそうです。次に前室という死刑執行の控室のような場所に通され、目隠しと手錠がかけられてカーテンが開いて執行室へ通されます。そして執行室で最後を迎えるというわけです。執行を行う際、3分の1のスイッチによって死刑囚が立っている床が抜け、首が吊られます。この時遅延回路というものが使われているんです。遅延回路とはスイッチを押した時よりもある一定の時間だけ遅らせるように設定してある回路のことです。これを使って5秒から10秒かかってから執行が行われるという仕組みになっています。つまり1人が罪人を処刑することのためらいなどから他の2人とボタンを押すタイミングがずれてしまったとしても、遅延回路によってタイムラグが生じることで誰のスイッチによって執行が行われているかは分からなくなっているんです。ではスイッチを1人が押さなかった場合は一体どうなるのでしょうか。実は過去に一度だけ1人押さなかった執行官の方がいて、そこに執行の回路がつながっていたため執行が行われなかったという事件があったんです。その時は押さなかった人が当然分かってしまうため、今後そのようなことがないように会議が厳重に行われ徹底されたとのことです。しかし誰が執行を行ったかが分かってしまうという事例もやはりあったらしく、そのことについてはぜひ大塚きみ子さんの著作死刑執行人の苦悩という本を読んでみると分かると思います。はい、いかがでしたでしょうか。死刑執行のボタンを押すタイミングがずれたらどうなるのかの巻でしたけども、これからもこういう豆知識や雑学を紹介していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。じゃあ